降の物語でございます。これにいたしましょう。披露いたしましょう。いってらっしゃい。しかし、リョーナさんがあんなに大きくなるとは驚きました。まったく、なんとか倒したからよかったものの。リョーナちゃんがどんな風に大きくなったかは OVA を見てね。アスカ、お前誰に話しかけてるんだ。いいじゃないいいじゃない、気にしない気にしない、深く突っ込んでもいいことないよ。ホムラちゃん、そうか、確かに話がややこしくなりそうだ。ではこれ以上の詮索はやめておこう。というか、ハルカ、お前の薬が原因だろ、リョーナがあんなになったのは。ごめんなさい、でもリョーナちゃんが楽しそうでよかったわ。態度に反省が見られん。え、薬というのは人に迷惑をかけるためのものではないはずだ。それなのにお前というやつはいつもいつも。はい、そうね、そう思います。ってなんか当たりがきついわね。年を取ると短気になるって言うしね。なんだその言い方は。今のは失礼にも程があるぞ。おいおい、二人ともそんなに興奮するなって。アスカもおばさんも少し落ち着くんだ。おばさんだと。今のはカニちゃんが悪いの。早くミヤビちゃんに謝った方がいいって。カニちゃん、アスカ、カニちゃんというのは私のことか。他のどこにカニがいるっていうの。なんですかこれは。皆さんの様子がおかしいです。わかったわ、これは悪口を言っちゃうウイルスが原因ね。え、そんなウイルス聞いたことありませんが。それはそうよ、私が作ったウイルスなんだから。はちゃんと保管機に入れておいたんだけど、リョーナちゃんが暴れて蹴っ飛ばしちゃったみたいね。またハルカさんのせいですか。ごめんなさいね。つまりだ、アスカは私をただのカニだと認識していたということか。そうだよ、だっていつもつまらないカニゲーばっかしてくるし。つまらないカニゲーだと。許さんぞアスカ。皆さんお願いですから落ち着いてください。つい悪口を言ってしまうのはハルカさんのウイルスが原因なんです。悪口を言ってしまうウイルスだとは。ではなぜお前は感染していないんだ。私は抗体を打っておいたから大丈夫なんだけど、ユミちゃんの場合は普段から真面目ちゃんだからウイルスに耐性があったみたいね。なんだそれは、まるで私たちが不真面目みたいじゃないか。お前は不真面目だろ、ママちゃまとか言うし。それを言うか。オムラ、貴様は焼きガニにしてやる。ちょっとハルカさん、なんとかならないんですか。わかったわ、悪口が止まらないんだったら代わりにこのウイルスで。
今度は何のウイルスですか。心に隠しておいた本音をつい言ってしまうウイルスよ。え？ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。アスカ、舞い忍びます。ミヤビ、悪の誇りを舞い掲げよう。コムラ、舞い順次よう。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。皆さん、なんともありませんか。ばっかり食べる生活にはいい加減うんざりだ。私は毎日肉を食べて温かいベッドで寝ていたい。あ、ホムラさんの本音が。個性的な友達が増えたのは嬉しいけど、振り回される方の身にもなってほしいよ。アスカさん、その気持ちなんとなくわかります。私だって言えるものなら言ってみたいさ。ごめんなさい、私は気軽にプリプリ言いすぎました。どうして私の芸の面白さを理解し。そんな、ひどいじゃん。みんな、もっと笑ってくれてもいいじゃないか。おっぱい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 はもうお腹いっぱいだよ。年齢のことはもう言わないでくれ。私にはどうすることもできん。皆さん、結構溜まっているのですね。はい、いてつけ。はい、打たせて。甘く、いてつけ。邪魔をする。眠りなさい。眠りなさい。はい、眠りなさい。眠りなさい。いてつけ。どうかさせません。どうかさせません。せっ、こんなこと倒して。しっ、忍び転身。くさせません。もういじつけしてやろう。打たせていただきます。はい、打たせていただきます。いけ。
お別れです。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 お別れ
汗と一緒に流れ出たのね。もう本音を言っちゃうこともないと思うわ、はあ、しかし大変な目にあったな。アスカにはめちゃくちゃ言われたし。ごめんね、ホムラちゃん。私、ホムラちゃんの携帯模写は大好きだよ。カニだってヤドカリだって面白いと思うもん。本当か？本当だよ。一晩中でも見ていたいくらいだもん。そうか、ならば今度じっくりとお前に見せてやろう。新ネタもたくさん用意してあるからな。うん、楽しみだな。私はみやびの年齢のことなど気にしていないぞ。慰めなどいらん。私は傷ついてなどいないからな。だよな、忍び学生に年齢など関係ない。それにほら、悪は何と言っても寛容だ。ぐすん。でも本音を言ってしまうウイルスのおかげで、普段溜めていたことを吐き出せたと思えば、いい機会だったのではないでしょうか。そうよ、前向きに考えないと。はるか、お前が言うな。ただ一つ気に入らないことがある。え？私たちはユミの本音を聞いてないぞ。そうだね。私は別に皆さんにお話しするような本音はありませんから。私たちの好感度だけ下がるのは不公平だ。ユミにも本音を話してもらおうか。力ずくでもな。そんな。ごめんね、ユミちゃん。お前にも本音を吐き出してもらおうか。私は大丈夫ですから。お願いですから、やめてください。
が及びませんでした。また一つ絶対正義に近づけましたね。